こんにちは、内科医オタフクの日本の健康管理室のお時間です。今回は3つのマジでやばい〇〇な頭痛というテーマでお話をしていきます。この動画を見るだけで頭痛の時絶対に病院に行かなければいけない、または救急車を呼ばなければならないというタイミングを理解することができます。もし今回説明するような頭痛を放置したら、そのまま命を落とすということもありえますので、この動画で絶対にこういう頭痛はやばいということを覚えて帰ってほしいと思います。まず普段の生活において頭痛を感じている人はめちゃくちゃ多いです。偏頭痛持ちの人は大人の約1割、大体840万人いると言われているんですね。中には頭痛のせいで仕事ができない状態になっている方も少なくありません。偏頭痛に関しては原因がめちゃくちゃいっぱいあるので、別の動画で原因と対策について徹底的に解説していきます。そういった感じで、もちろん普段からある頭痛も非常にしんどいんですけど、実は他に命とかその後の人生に関わってくるめちゃくちゃやばい頭痛が存在します。まあ簡単に言えば、いわゆるくも膜下出血を代表するような脳出血が原因となって頭痛が起きている場合です。脳出血は一刻を争う手術が必要になったり、大体高血圧になっているので1秒でも早く血圧を下げたり、痛みを取ってあげないと出血が進行して意識が戻らなくなったりすることがあるので、もし脳出血が起きている可能性があるときはすぐ病院に行って頭の CT を撮影して出血があるかどうか確認しなければなりません。まあただそんなこと言われても頭痛なんてよく起こるもんだし、毎回頭痛のたびに病院なんて行ってられないじゃないかって思いますよね。なので今回の動画では、〇〇な頭痛があったら絶対に病院に行ってほしい、または救急車を呼んでほしいという頭痛の特徴を紹介していきます。もちろん脳出血から来る頭痛はいろんな形で痛みを呈してきますが、基本的に医者が脳出血を念頭に置いて、これはやばそうだから頭の CT を取ろうとなるような代表的な発症の仕方を3パターンに分けて紹介します。本当に危なそうな頭痛でも、辛抱強い人だと我慢して様子を見ていて、後でくも膜下出血が判明して取り返しのつかないことになる場合があります。意外に脳出血での頭痛って動けなくなるほどではないっていうことがあるんで、患者さんは家で様子を見ようか迷っていたという人は結構多いんですね。それであまりに治まらないので歩いて病院に来てくも膜下出血が判明というケースは全然あるんです。今回説明する危ない頭痛のサインというのは、サイン自体は非常に分かりやすくて一般の人でも覚えやすいものなので、ぜひ今回の動画で覚えておいてください。絶対に覚えておいて損はないと思います。それでは参りましょう。まずマジでやばい頭痛の一つ目のパターンは、人生最強の頭痛です。生まれてからこんな痛みは感じたことがない、3トン半まで頭を殴られたような痛みがするって場合は、病院を絶対に受診してください。一番怖いのは、普段から偏頭痛持ちの人にこのパターンの頭痛が起きてしまうことです。下手に普段から頭痛があるもんだから、こんな痛みは初めてだけど、まあ普段の偏頭痛だろうからしばらく横になってたら治るだろうと言って様子見にしてしまうことがあるんですね。これが一番危険です。普段から頭痛があろうがなかろうが、今まで経験したことのないような強さの頭痛が出現した時はしっかり検査をしてください。今まで経験したことのないレベルで痛いということは、今まで経験したことのない何かが頭の中で起こっている可能性があるんです。決して甘く見ないようにしてください。次にマジでやばい頭痛の2つ目のパターンは、突然起こった頭痛です。この突然というのが分かりにくいので詳しい説明をしておくと、例えば何時何分に頭痛が起きたとはっきり言えたりだとか、テレビでバラエティ番組を見ていて CM が流れたその瞬間に頭痛が起こったとか、本当に具体的にいつ起きたか言い表せるような状態です。瞬間的に0の状態から100の痛みが出現するようなイメージですね。脳出血の原因って多くは脳にもともと存在する動脈のコブ、動脈瘤が破裂することで起きるのです。そのためコブが破裂したその瞬間から頭痛が起きるんで、本当に何の前触れもなく突然いきなり頭痛が起きることが多くて、突然起こった頭痛の患者さんが病院に来た時は医者はめちゃくちゃ身構えるんですね。ピキンと急な頭痛が来たら要注意です。最後のマジでやばい頭痛3パターン目は、普段頭痛持ちじゃない人にとっての初めての頭痛です。この場合、今まで説明したような人生最強の頭痛、
突然の頭痛でなくても要注意です。正直普段から頭痛持ちの人だったら頭痛が起こったとしてももちろん 100% ではありませんが、普段と同じ類の頭痛である可能性が高いでしょう。しかし普段全く頭痛を感じていない人が頭痛を生じた場合、普段全く起きないわけですから、いつもとは違う何かが起きている可能性があります。特に高齢者の方で片頭痛をいきなり発症する可能性って 0.52% とさえ言われてるんですね。要するに高齢者の方に初めて頭痛が起こった場合は片頭痛とかじゃなくてやばい頭痛の可能性があるんです。何事も初めての出来事は警戒が必要ですので覚えておいてください。最後に今回の内容を簡単に復習しておきましょう。初めての頭痛、最強の頭痛、突然の頭痛はマジでやばい頭痛、要するに脳出血である可能性があります。なんとか我慢できそうだからと油断しないでください。その場は我慢できたとしても後で取り返しのつかないことになるかもしれないので病院を受診してください。このチャンネルでは今後も皆さんの健康や QOL の改善のために医者の見地から正しく有益な医療知識を発信していきます。もしためになると思っていただけたらチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまたの受診をお待ちしております。